生のことで分かんないことあったら一回プレゼントしてな。好きな食べ物とか知ってんの？いや、焼き芋。SE 初めて見たこんな。変だよ、SE だよね。10年前のコントローラー使ってるから、どんだけ短く押しても絶対長押しになっちゃう。アリケンね、あれ玉めてきないで。またゲージ溜まったら教えるわ。SE は溜まったアリケン。でも溜めてきはないから。今度は灰谷さんの手伝いしてあげるからみんな。足元狙われてるから気をつけてください。灰谷さんこんな時に言うことじゃないと思うんですけど、おめでとうございますお子さん。ありがとう。すごい先輩たちがいっぱい入ってくる。よろしくお願いします。あとはゼロスと。本当だ、プッサンいる。あ、おはようございます。うわー、久しぶりプッサン。おはようプッサン、おはようプッサン、おはようプッサン。はじめましてブルルさん、平井ひかりです。はじめまして、あまきブルルです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。はじめ先生最高。ありがとう。おはようございます。うわ、えぐいわ、久しぶりのプッサン。いや。高木、おめでとう。俺嬉しいわ。ああ、いやマジで頑張ったな高木。あと1個じゃん。プッサンも。超ブリルも頑張るよ。この調子で1万をな。アリケンもすごいよな。いやプルルさん、いや先輩っすよ今日からプルルさん。そうっすよ。早くに道場一番ペーペーなんでよろしくお願いします。まあ林先生のことで分かんないことあったら一回プレゼントしてね。俺さいろいろあるから林先生のことで聞きたいことを。何やねん。DM するわ。好きな食べ物とか知ってんの？プルル。いや焼き芋。芋です。いやいや。あ、そうなの。好きやけども。焼き芋食べたからね。あ、そうなんだ。全部知ってるな。なんか芋掘り場行けば灰谷さんと会えるって聞いたわ。あれは普通に趣味なんですか、灰谷さんの芋掘りって。いや、違う、俺の趣味、いや、俺の趣味で行ったわけではないで。あ、違うんだ、普通に。趣味で芋掘りは。趣味じゃないんだ。今の時代、趣味で芋掘りって相当少ないぞ、多分。大派すぎるな。畑持った方がいい。ちょっと早速ハイタニーさんとアリケン見せてくださいよ。いやちょっとそこ白黒はっきりさせましょう。白黒も何ももうどっちが強いんか見たい。やりますか。うわーマジか、嬉しい。この戦いやばくない？激アツっすか？大会で当たるかもしれないからな。確かに。なるほど、チュンリーか。うわ、アリケンいけんのか。頑張って1本取るわ。すげえ戦いだこれ。普通ちょっと黙って見ちゃう。うわー、大Kがあれ、あ、ダルシムなんや。あ、動いた。うわー、バーンとしてる。お前入ったり先生がバーンと刺したぞ。めっちゃ勝ち。おい、すげえ。あ、間違えた。おお、うまい。うわ、やばい、逃した腕が全部大ピンに。どうだアリケン。集中してて。クソ集中して。アリケン何食べたの今日？いつもアリケンヨガ言いながらやるんだけど。おお、まずい。アリケンなんで無視するの？アリケン何のカレー食べたか。いや、プッサンいつもアリケンヨガって言いながらダルシムでプレイするんだけど、俺とやるときね、何も言わなくなっちゃった。アリケンクソ集中してる。うわまだある。あー、こじれ方危ねえ。やっちまった。おお、どうすねアリケン。危ねえ。あるぞ。カツ初めて見たこんな。変だよ。やめろ、誰しもダルジはやめろ。かっこいいだろ。ぐるぐる。うん。おお。やばいな、最初にこの2人にお願いしたの間違いだったかもな。ちょっとやりづらいな、次から次からやりづらくね。やりづらい、うん、ちょっと俺戦いづらいんだけど次からじゃあちょっとプルルとジーニアスでもう一周やろう。もう一回やろうか。プルルジーニアス、ぜひぜひ。プルルジーニアス来た。はい、じゃあプルル先輩なので一流は座ります。おお、先輩が 1P なんだね。あ、間違えた。あれジーニアさんってあれだっけ、モダンクラシックのじゃなくてヴィンテージの人だっけ。あ、そうです。あ、そうだよね。はい。いまだにヴィンテージだし。ヴィンテージ。はい、頑張ります。V マリーザか。ヴィンテージマリーザ。はい、V マリーザです。あれけマリーザってほらボタンを押したら強パンチが長押しになるやん。なる。でヒカリさんって10年前のコントローラー使ってるからどんだけ短く押しても絶対長押しになっちゃう。意味わかんないよな、最初。10年前のコントローラーヴィンテージもののコントローラー使ってるせいで絶対に最速で強化出せないっていうハンデを背負いながらやってる。いやでも今日一体化になってきたんでそれが意味がわかんない。俺だけじゃあ俺練習するわ。おお、これ大チャンスじゃない？え、誰？なんすか？何来た？あ、ダルシムね。ああ、全然。いやでもダルシムで練習できる。いやいや俺は知ってるから、ダルシムのウィークポイント。あ、そっかそっかそっか。でもハイタネさんお前以上にガイルのウィークポイント知ってるよ。そうなんだよな。すべて上回ってくんだよな。そう。すべての上で上位互換だから。困るわマジで。ハイタネ先生のダルシム。プルルとカズヨとカルビで倒したことありますよ。あ、そうなの。あ、それ見たわ俺。カルビが倒したんだっけ。カルビ最後で倒してくれたんじゃん、だけど。とどめがカルビやばいな。マジで別ゲーだな、ダルシム対ガイル。俺の指定ストロークじゃない。見たことないキャラが。これだったら買ってないな、俺のストローク。俺買ってないな、間違いない。俺も買ってないよ。買ってない。うわうわ、あ、ダメなんだ。あれけんそれ玉無敵ないっぽいよ。うるさいうるさいうるさい。うわ。あれ玉無敵ないから気をつけな。あれけんね、あれ玉無敵ないで。うん。でも今ゲージないから打てないから大丈夫か。あれけんダルシム。またゲージ溜まったら教えるわ。ゲージ溜まったら。あれけんあれ玉無敵ないからね、セワン。うん。S1 たまったありけん。でもうるさい気をつけて。ありけん本当にうるさい。ダルシム見てからワープ対応できる。見てから対応できる。そうそうそれ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 見てから対応できる。コパンでもいいよ。俺じゃありけんがあるしか俺けんがあるしか。玉打たないとこっち来ちゃうから。ありけんそれダメ。ありけんそれ後ろから来るやつじゃん。分かってる分かってる分かってる。ありけんそれかかんだよ。ありけん。ありけん。あれけね、起き上がり重ねた方がいい。最後インパクトで良かったな。インパクト、インパクトやる。インパクト。じゃ今度はハイタニさんの手伝いしてあげるからみんなで。ああ確かに。手伝ってあげる。あ、手伸ばしとけばいいんじゃないの？しないと食らっちゃうかも。手伸ばすやつずっと使っとけば勝てるくない？うん。なことない。極論。足元ちょっと足元狙われてるから気をつけてください。うるさいうるさい。それ。ああこれはまあこれ運だからしゃあない。あやんディズニーどうでしたあれ？うまい。よかったよ。うまいな。言ってる人たちもいたからな。ゼロスのディズニーマジで意味わかんないんだよね。なんかディズニーにブランカいましたとか言い出すんだけど、本当に意味わかんないんだよな。マジで。ディズニーダルシムいたでしょ。いやマジで意味がわかんない。あやハイタイさんツイートしてよ。家族の付き添いでディズニー行ったらなんかダルシムいて笑顔になったみたいな。ダルシムすごい。ダルシムとミッキー見間違えてる。やばい負ける。やばい画面端気をつけてください。Dリバーがはけるといいかな。逃げないの。あてかハイタイさんこんなハイタイさんこんな時に言うことじゃないと思うんですけどおめでとうございますお子さん。ありがとう。こんな時に言うことじゃないかもしれない。俺もおめでとうございますお子さん。おめでとうございます。めでたいなやっぱ。いやそれ食らっちゃってるあれけそれはね食らっちゃうから。アリケン気をつけて攻めた方がいい。俺なんこれ攻め焦るなアリケン。ジャンプに気をつけろ。アリケンさんもねご解任おめでとうございます。ありがとうございます。15人生まれてません。